あれ、いけてんのかな？お、なんでこれ？なんでなんで？これなんでうまいこといけへんの？いけてるんかな？そう。動けへんし。なんでやろう。もう、なんやこれ。ちょっと待って。これ、うまいこと動いてるかな？あ。あ、いけてるな。ごめん、ごめん。いけてた。もう一回やり直したいな。くそ。なんかなんで動かんかったの、最初。ですね。よっこいしょ。ちょっと待ってよ。よいしょ。こうかな。でもこんなん、急にやっても見てくれてないよね、きっと。ですね、TZ48 代表の桂田源太郎です。あ、前原さん、こんにちは。ライブです。TZ48 代表の桂田源太郎です。もうなんかね、なんやろ、緊急事態宣言っちゅうやつが出てからもう、なんやろな、塞ぎ込んでるのも面白くないなっていうことで、久々にライブでお届けしたいと思います。今日のネタはですね、タイトル読んでもらってたらあれなんですけども、まあ、いいですけど、ちょっと、これ、ちょっと面白いなと思って、これ、上手に映るかな？見てください。よっこらしょ。え、これ、方角どっちがいいんやろ？映ってるかな？映ってるんですかね？方角が不安やからぐるぐる回そうか。これ全盲の悲しさですね。ちゃんと映ってるかどうかっていうやつなんですけど。おっさんの顔と対比して。これ何かというと、ペヤングの超超超超超超大盛りペタマックス。買ってみました。これを今から、さすがにこれなんかね、6点、ちゃうちゃう、7点何人前あるらしいんですよ。これさすがにちょっと一人では食われへんから、まあ、家族に手伝ってもらって食べようかなとか思ってるんですけども、これをちょっとね、もう、緊急事態宣言出たし、面白動画でも作らななっていうことで、これでかいっすよ、でも。普通のペヤング持ってきたらよかったな。用意してないですけど。これでかいっす、ほんまに。これを、じゃあちょっと、置きましてですね。よいしょ。これ大変やな。んで、あ、葵さんも、青山さんもこんばんは。あ、それ、なんかちょっとごめんね、通知が出てるけど。これどうやってやんの？ちょっと待ってね。あ、胃袋が緊急事態になるって。映ってました？加藤さん。はい。で、じゃあ、これをね、開ける、誰かちょっとカメラマン、スタッフ、いてないかな？カメラ手伝ってや。あかんか。忙しそうですかね。これ、わあ、グーもでかっ。ちょっと待ってね。一個ずつ、ちょっと一回これ。火薬とかこんなん。普通のやつの。映ってるかな？火薬。でかい。これが、この火薬が、何個入ってんの？そ、
ソースもでかっ。ソースとか、ソース裏か表か方角分からへんけど、ソースとこっち火薬なんですよ。こっちソース映ってるかな？映ってなかったごめんね。火薬ソース。うわ、ソースも2つ入ってるわ。ソースと火薬と、出しといて、ミスったら、あれやもんな。ミスって、お湯の中に、お湯浸しにしたらあかんから。出しといて、ね、すごいっすわ。ブロックがね、4つ、4ブロックに分かれてますわ。この、なんか、ペヤングね。ちょっと。開けた中って、落としたら嫌やな。映るんかな？カメラに。あ、カメラを持ってきたらいいんか。そうか。アホやな。カメラを持ってきたらいいんや。カメラを外して持っていったらいいんや。って言ったね。これじゃあ、カメラでね。こうしたら映るのかな？箱の上らへんをちょっと、カメラ向けてるんですけど、映ってますかね？どんな感じなんやろ。これで、これ、4100何キロカロリーあるみたい。で、これが、これ火薬。さすがこうしたら映るやろ。火薬、これが2袋。で、ソースもこのサイズのやつが2袋入ってます。ほんで、ふりかけも入ってると。ちょっと三脚に固定しますね。よいしょ。ほんで、4100何キロカロリーってあるみたい。成人男性の何日分？だから、決して一人では食べないでくださいっていう注意書きが添えられてるやつです。これにじゃあ火薬を入れて、ごっついな、これ。これは、一人じゃ無理やわ。こうして、火薬入れて、ちょっと待ってよ。火薬だけでいいんやな。海苔から、じゃあ、ふりかけは後やな。火薬と、これでもこういうお湯入れて捨てんのも大変やな。絶対に。むけへん。なんでむけへんねん。ちょっと待って待って。なんでむけへんの、これ。むけへんやんけ。ちょっと待ってくれよ。なんかないかな。刃物なかったかな。よし。ちょっああ、もうめちゃくちゃやな。簡単あれです。よし。で、これで火薬を入れる。ごっついよ、この量。はい、ほんで、お湯もなんと、お湯も2.2リットル入れるらしく、今からお湯を沸かします。その間にちょっと画面を拝見してと。胃薬準備してから食べてて。あ、バッチリ言ってる。胃袋緊急事態。
ああ、大丈夫。そうそう、最初からご覧じゃない方々に説明しますと、これ何も一人で食べようと思ってません。これちょっとね、面白いネタやから、ペタマックス用意しただけで、これ家族で食べようと思ってるんで、ご安心ください。これを、なんかちゃんとしっかり折っといて。今、お湯を沸かしております。2.2リットル。すでに計量カップで、計量した2.2リットルのお湯を、でっかいケトルで。これ、ピーって、もうちょっと置いといた方がいい。ピー、思いっきり吠えさせた方がいいかな。何度ぐらいだかな。なおみちゃん、アマゾンで買ったから、後でちょっと、友達たちとも盛り上がりたいからって言って、5つ買ったから、それからちょっと、1個の値段忘れちゃった。だからちょっと後でまた資料を見つけたら、ご報告しますね。今はちょっと、無理かも。で、これを、お湯、熱いな、気をつけなあかんな。よいしょ。お湯をですね。あさ。わっしょい。わっしょい。お湯を入れました。よっしゃ、お湯入れた。これで、蓋の上にお約束通り、あれかな、ソースを乗せて温める的な儀式をしとかなあかんか。ソースを乗せて、ソースを乗せて、温めると。ちょっとね。ほんで、湯捨てんのも大変やろな。めっちゃ重たそうやな。村井さんも来てくれた。アーカイブで見てください。ちゃんと、お品はちゃんと映ってるらしいです。ちょっと待ってね。今、こんな状態。お湯入れて、今、ケトルでお湯入れて、上に、律儀にソースを温めようと思って、蓋の上にソースを乗せてっていう感じの雰囲気で、しておりますよ。はい。ちょっと三脚に戻しますね、これ。よ、これちょっと。よっこいしょ。あ、うわ、時間計ってなかったやん。やばいやばい。ねえ、クローバー。今何時？ねえ、クローバー。2分タイマー。2分で言わ。ああ、そうね。あれ、ちょっと待ってよ。もうまたなんか変になったな。ちょっとねー。よいしょ。今、AI スピーカーに2分言いました。さっき、うだうだ喋ってる間に多分1分ぐらい経ってると思うんで、すごいね。こんだけ大容量でも3分でいけんねんって。なんか YouTuber の人が、これ3分でいけんの？って言って作ってはったから。3分でいくんやって。そう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 。蓋の上にソース乗ってるんですよ。あ、ビールに、ビ、うん、そうやな、ビール、そうでしょ。ビール2.2リットル飲めますけど、お湯なかなか2.2リットル使うインスタント食品って。村井さんありがとうございます。2.2リットルも入れましたんで大丈夫です。しばしお待ちを。そうなんですよ、村井さん。なんかね、3分でできるって、YouTuber の人もなんか3分って言いながら3分測って作ってはったんで、3分でできるはずなんですよ。これでもこれ、湯捨てんのも大変やんな。あ、エコリンもこんばんは。途中からご覧の皆様に説明しますと、もうなんか緊急事態宣言でうつうつしてるのが嫌なので、
なんかね、じめじめ、なんかね、してたら嫌なので、ちょっと一ネタということで、ペヤングの、超超超超超超大盛りペタマックスという、約8人前ぐらいのペヤングを準備して、これを家族で食べるために今作っております。これ一人では無理ですわ。8人前は。あ、ねえ、クローバー、止めて。はい、ということで、3分が経過したようです。これ、これちょっとあんまり、ソースを、どっか、これ捨てるの大丈夫かな？ドンって、なんかバーンってしたら、ちゃんちゃんやな、これ。ダーンって落としたら。はい、これちょっと。ここも移しましょうか。ちょっと待ってよ。三脚外しますね。これ、よいしょ。これ、なんていうの、スリットというか、お湯入れるとこも、当たり前でかい。映ってんのかな。網網にめくりました、今。ここからお湯捨てますね、今から。よいしょ。三脚に戻しますよ、カメラを。はい。破けへんのかな、この大盛りが。ちゃんと強度は保証されるんだろうか。よっこらしょ、重た。ポキポキ言うてる、これ。あ、やばいやばい。ポキポキ言うやん、これ。大丈夫か。うー、来た。ポキポキ言うやん。発泡スチロールが持てへんやん、これ、斜めにしたときに。大丈夫かね。まだまだ出てくるな、これ。ちょっと。よっこらしょ。まだまだ出てくるな、これ。大丈夫かな。いや、ほんまやわ、できてるわ、これ。ちょっと待って、これ。すごいわ。ちょっとソース。ソースと、ちょっと、ソースと、これ。ちょっと待ってね。じゃあ、めくりますわ。ちょっと待ってね。めくるとこをお見せしたいな。ちょっと片手でできるかな。よいしょ。ごめん、今、カメラ殴ってしまった。よっこらしょ。じゃん。うーわ。やっぱスタッフが欲しいな、これ。ちょっと待って、これ。もうええかな。ちょっと片手じゃ無理やわ。よし。なんとかしましたけど。こんな感じです。これに、ちょっともう、ソースとか混ぜるとこ勘弁してね、これ。ちょっと待ってね、これ。よいしょ。カメラを。これすごいな。ちょっと待ってよ。これに。ふりかけも4つあるからな。すごいな。これでも、なんか、むきにくいな、非常に。なんでむけへんねん、これ。腹立つな。こういう袋類。なかなかむけへんやつ。イライラするわ。こうで。これ入れて、で、こっちの、むけへんし、もうイライラすんな。これも入れて、はい。ちょっと。何？まだあと何袋あんねん。大変や。
あ、でもやっぱりペヤングやね、いい香りがしてきた、そのふりかけとかを入れるたんびに。ちょっと。これで、ふりかけは OK。で、ソースをかけて完了か。わ、ソースも多いな。すごいな。これ、ざっぷりあるね、これ、ソースが。うひょー。ソースを、さあ。スタッフ手伝ってや、混ぜんの。大変や、これ。スタッフー。これ大変やな。よし、これをひたすら混ぜると。こんな混ざるんかよ、ちょっと端端。よいしょ。なんかでっかい箸欲しいけどな、なんか気持ち。ちょっと。でかい。ちょっと混ぜてや、これ。大変やって、もらんわ、もう言われてるんだ。いいかな。ちょっと、これは、でもできてんねん、これが。できてるんですよ。これでも、絶対に一人じゃ無理やな。とまあ、混ざってるとこと混ざってないとことあるか知らんけど、一応完成。ちょっと、よいしょ。ごめんね。よいしょ。これはい。ベタマックス。出来上がりました、一応。で、これを、今から、ちょっと家族で食しますので、という、一口だけ食おうか。なんか、ねえ。食いたいな。家族に渡す前に。え? そうやん。そう、袋ね、めっちゃむけへんで腹立つなーって。ああ、そうね。焼いてないのに焼きそば。何が？あ、エコリンもありがとう。ああ、お前ね。無言。そうね。無言になってたね。無言になったら放送事故みたいから喋り倒してやーって村井さんも言ってくれてますけど。ちょっとこれ。何に打つか。こういうのに入れようか。これに入れたら、2人前ぐらい入れるペヤング。とりあえずちょっと移しますね。移してから食べんと、さすがに直箸で行ったら、このご時世ちょっと、なんか、クレームが来そうやから。おいしょ。これに移したら、よいしょ。よいしょ。
こんぐらいいったらいいやろ。こんぐらいいったらいいやろ。よいしょ。ちょっと待ってよ。これ、ああ。移しました。こういうでっかい器に。ちょっと、カメラが外されへん。カメラ外して、ちょっと上からお見せしましょうかね。多分これで2人前ぐらいになると思うんだけど。よいしょ。映る？こんぐらい。これをこっから、この器から、こっちに移しました、今。はい。で、これを、食べる、ね、食べるときぐらいちょっと、集中して食べさせてもらおうかなと思いつつ。よし、じゃあ、皆さんのコメントというか、あ、エコリン、焼きそばやったん。焼きそば、ね、作ったんやね。焼いてないのに焼きそばとはこれいかにってコメントくださってますけどね。加藤さんやったかな。そうそう。これお湯入れるのに焼きそばって言うんですよね。あ、カレーない。青さん、カレー。ビールありますよ。あ、ちょっといただきますね。いただきますねって、金麦からさっき開けてる。なんかでもね、YouTuber の人で、これを一人で食べようって言ってチャレンジされた方がいらっしゃって、誰だったかな？ヒカキンさん？違うわ。誰だっけ？誰か、チャレンジされて、チャレンジされてね、なんか、やっぱ食べられへんかってんて、そうやけど、ちゃんと保存して、もう一回次の日とかチンして食べて、一日半ぐらいかけて食べてはったんかな、なんか。だからすごかったですわ。だから多分、家族3人でやったら、どうにかなると思うんですよ。はい。よいしょ。じゃあ、丼に入れるっていうのもどうかと思うけど。うん。普通にペヤングやな。当たり前やけど。うん。うん。ま、あ、でも俺。最初やからこれ、いくらでもいけそうな気してるねん、俺今。だからこれきっと、飽きてくんねやろな。これ、この丼一杯分ぐらいはいけると思う。うん。うん。の。うん。ペヤングはうまい。うん。うまいっすわ。はい。ということで、なんか、ペヤング食べてる動画ばっかり見てもらっても。中身はペヤング、あ、面白いね、それも。男なら一人で完食。無理やわ。これは。これ、この、多分ね、この今入れてる、丸い丼の1個分ぐらいはいけると思うんですけども。うん。うん。
これ持ってって分けたって翔太くん。二人で分けて。うちの息子がやってまいりました。はい。母さんにも分けたってな。3人でやったらなんとかなるやろ。さすがに。これでも、途中で飽きてくるかな、味に。味変せなあかんかもな。なんか、ちょっとなんていうの、塩焼きそば風にちょっと、なんか物入れるとか、塩コショウを振りかけるとか、マヨネーズ足すとか、途中で足さんとなんか味変せんかったら、これもし一人で完食しようと思ったら、飽きるわね。このソースの味だけやったら。ああ、したい。はい。といったところで、なんか、ずっと、食べてる。あ、そうね、青さん、今度忘年会にね、作りましょうか。ああ、加藤さん、そうそう、タバスコもいいかも。そうっすね。じゃあ、といったところで、TZ48 代表の桂田源太郎がお届けした、超大盛りペヤングペタマックス食べてみた動画です。ですじゃん、でした。よいしょ。それでは、また明日の朝、朝礼でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとう。